どうもマックス鈴木でございます。おはようございます。私は本日神奈川県横浜市でございますね。駅でいうと愚明寺というところなんですけれども、本日私がお邪魔させていただくお店さんがこちら、猫娘とネズミ男さん。はい、本日はこちらでですね、なんと僕先日お世話になったレイナさんというね、海外のフードファイター女性の方がいらっしゃるんですけれども、その方のつながりというかいろいろありましてですね、今回こちらで4キロのステーキをチャレンジさせていただきます。大食いチャレンジになるんですけども、マックス鈴木がもう大の苦手としているステーキでどれだけのパフォーマンス見せれるのかというのはちょっとわからないんですけれども、まあなんといってもこちら美味しそうなメニュー盛りだくさん、なおかつご主人キャラが立ちすぎておりまして、えぐいでございます。ちなみに僕がすごいテンションが上がった、ちょっと一つ見せていいですか。これ分かる方いらっしゃいますかね。ぜひコメント欄の方にお願いします。という本日はこちら愚明寺にございます猫娘とネズミ男さんよりマックス鈴木 TV スタートです。いやー、多分何回も来させていただきたくなるような雰囲気がすでに満載でございます。どうぞ。今からこのご主人様に本日食べステーキを切っていただきます。すみません、ご主人よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。どの辺がいいですか。お任せで。ちなみに僕は今日4キロいただきますからね。これかな。スプラッター映画にしか見えないですご主人。これでも日本です。ここは焼いていきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらを食べていきます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで諸々の準備が整いましたので今から始めていきたいと思います。こちらが、ビフテキという商品なんですけれども、チャレンジメニューとかではないんですけれども、こちらお店さんデカ盛りやられてますので、もし気になった際はぜひ来てみてください。ちなみにあのメニュー見させていただいたんですけど、ラーメンだったりカレーだったりとか他にもいっぱいあると。ハンバーグも結構人気らしいんで、もしよろしければという感じでございます。では本日はこちら4キロを制限時間45分でチャレンジさせていただきます。ではいただきます。まずいただきます。おいしょい。すげえコースはどっから行ったらいいのか分かんないけど、とりあえずこの辺から行くか。うわー、なんかもうめっちゃうまそう。そして僕は知っている、お肉が切りやすいところを僕は知っている。肉の上って切りやすいんですよ。あのハンコ押すときあるじゃないですか、ああいう感じ。そんなんどうでもいいですから、すいません。45分です、45分。しゃあ、ちょっとこっち後回しにしよう。しゃい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 、いただきます。むちゃくちゃうまい。めっちゃ柔らかいし、肉はそもそもうまいし、味付けかみってます。ソースもあるんですけど、これはつるっといけるわ。ペロッとっていうかつるっといける。この肉マジうまいぞ。ステーキ
うございます。今ご主人がカンペを用意してもらって、白いナイフ使いやすいよって、あ、切りやすいよって。これが まずはこのデフォの味がもう美味しすぎるんで、これ楽しみたいですね。おお、これやばい、あ、これやばい、あの通販番組みたいになってる。ほら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 、これ先っちょからなんか電磁波とか出てんじゃねえかな、これえぐい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 。これやばい、これほんとやばい、いや、めっちゃうまい。そして肉、本当にうまいっす。何なのこれ、焼き加減、味付け、お肉、ここまで切りやすいの初っすね。切れすぎてちょっと怖いレベルですわ、これ。これ本当に怖いな。これ欲しいわ。めっちゃうまい。ちなみにこちらのお店はですね、キャサリンさんとか三年食太郎ちゃんとかも来てるんですよ。いやー、これマジすげえな。いや、あのナイフも肉もどっちもね、いや、どっちもね、肉肉、まず肉でしょ。いや、このなんかシンプルな塩コショウガーリック的なのがマジ神うまいんですよ、本当に。なんなんだこれ、ステーキ屋さんでここまで味変しないのはあまりないかもしれない。あ、もう多分びっくりするまま食べた、俺マジ超うまいです、本当に。何なんだこれ、ああ、俺なんか人生得したわ、これ知って。本当に、噛めば噛むほど油と肉のうまみ、そこの味付け、これがねすっげえんですよ。あ、でもなんかステーキステーキしてるステーキで、これをトップレベルにマジで。うまい、本当にうまい、本当にうまいです。デカ盛りうんぬんとかじゃなくて絶対来た方がいいです、ここ。え、なんでこんなうまいのこれ、本当に全然わからん。
これマジ初めて食べた本当に。なんかちょっと価値観を崩されましたね。ひっくり返されました。これはうまいわ。いや本当にこのデフォの味付けマジ神ってるんですよ。マジマジマジで。強烈にうめえなこれマジで。あまりにも短時間でいっぱいフォークを持ちすぎて疲れた。最高です。多分今半分ぐらいだと思います。こっからどう攻めるかだよな。まだデフォ味わいたいです。
や俺このままでいったらマジでせっかく出していただいたソースを使わずに終わってしまう可能性がすごく高い。いや本当にうますぎるんですよ。マジで。うん。本当に。ちょっとね、ここの手がね、ものすごい疲れてきた。こっちはもうファーだから全く疲れないんですけど。俺もこんだけ食べたら特攻野郎 A チームに入れるかな。ちょっとミスター T と共演したい。コングです、コング。ちなみに僕のお父さんはクレイジーモンキーが好きでした。アパッチ、ナイトライダー、特攻野郎 A チーム。すごいね、可愛い女の子がね、見てくれるんですよね。小学生ぐらいかな。グミョージは美人の街かもしれない。めっちゃ可愛いマジで本当に。写真撮る？全然いいよ。本当チャレンジ中申し訳ございません。ちょっと写真撮ってきます。あ、そうなんすか。めっちゃ可愛いんですよ。こんにちは。お写真撮りましょう。あ、今写真、スマホ撮りに行きました。撮りに行きました。そう、私が撮ってあげる。ありがとうございます。ありがとうございます。撮ってあげるよ。真ん中マックスさん。誰ともめちゃくちゃ美人ですね。やばい、マスク飛んだ、マスク飛んだ、マスク飛んだ。せっかくだちょっと引くぐらい可愛いですね、本当に。はい。はい。もう一枚いきまーす。はい。はい。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。もちろんもちろん全然全然。こんな42歳のおじさんでよかったら。イエイ。ありがとうございます。ありがとうございます。すっごい本当美人だね、本当に。びっくりした。どうも、お帰りなさいませ。あ、毎週見てるらしいです、テレビ。マックスさんのファンで。
本当ですか、うん、ちなみに今日もあの7時25分からデカ盛りハンター出るんでよかったら見てくださいありがとうございます。しゃあ、パン戦したぜ。肉もうまいぜ、最高だ。子供ってのは可愛いな、ほんと可愛い。これは味変しますね。多分あと1キロぐらいやってます。1キロちょい。行ってみましょうか、ソースで。さあ、一体どんなソースか。うん、なんだこれ、うまいんですけど、カレーかな。カレーかな。めっちゃ合うわ、めっちゃうまい。すっきり系のカレーみたいな感じ、多分ね。答えは皆さん、ぜひ実際に足を噛んで食べてみてください。可愛い女の子が、こんにちは、こんにちは。今ステーキ食べてます。はい、そうです、マックスです。はい、あ、本当ですか。まさに今 YouTube 撮ってるんですよ。邪魔ですよ。いやいやいや、大丈夫大丈夫です。お写真撮りますか。もちろんもちろん、全然全然いいですよ。撮りましょう、撮りましょう。あ、すいません、ありがとうございます。大食い系よく見てて、あの、なんかラスカルさんとか、あ、そこら辺もよく見てて。本当ですか。はい、今日、あ、そうですね、今日も今撮ってるんで後日あげるんでよかったら見てください。はい、ありがとうございます。こっちの方がいいかな。はい、こっちおいで。恥ずかしい、恥ずかしい。じゃあ、よいしょ。
せーの、おい、ごめんね、びっくりしたね、ごめんね、大丈夫だよ、これじゃ、はい、恥ずかしくなっちゃった、こっち見てごらん、かわいいね、そっか、ごめんごめん、ごめんね、あごめんごめん、ありがとう、パパの携帯が、パパの携帯、あパパの携帯持ってきましょう、持ってきましょう、ごめんね、びっくりしちゃったね、ごめんごめん、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ありがとうございます、ありがとうございました、すいません、ありがとうございます、ありがとう、女の子を泣かせた罪は重いぜ、俺の、ああ、申し訳ないことした、いや、申し訳ないことした、世の中は今春休みなんだね、うん、ちょびっと落ちました、申し訳ございません、これ一回全部切ってあれしよう、1回泣かせてしまったから10回笑わせれるように頑張ろう、どうやったら笑ってくれっかな、で切るじゃないですか、で切って、でステーキチャレンジとかっていうのは切ってる時もこの口が開いちゃうんで常に入れとくといいです、うめえ、マジでフォーク疲れた、ジャギーン、うん、Thank you.
いいんですか僕で。全然。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと我慢できないんでコーラください。すいません、はい、禁断のコーラを頼んでしまいました。やっぱ演技力が落ちてきますね後半。あ、5時からもそうだけど、焦らず行こう。チャレンジする気ないだろうって思われたら本当に申し訳ございません。ただ我慢ができなかった。本来であれば炭酸というのは本当にかなり胃をね圧迫するんだよ。
母さん。もうすぐ終わりました。ちょっと待ってください。すみません。もうちょっと大食い見てます。あざます。よし、これちょっと作戦変更だ。細かく切る作戦に変更だぜ。
りでございます。あ、ごちそうさまでした。うわー、食った。ありがとうございます。いや、ちょうど本当に暑いなと思ってたんですよ。あれですか、冷たいおしぼりを超えて凍ったおしぼりっていう感じです。そうです。暑い、夏、冬はめっちゃ持てないぐらい暑いのに出すんですよ。暑い時は、ピザ、ピザ。ピザ、ありがとうございます。気持ちいい。いや、あのですね、まずそもそも、めちゃめちゃマジで美味しい。オリジナルソースもめちゃくちゃうまいんですけど、そもそものお肉のうまさがすごいです。あのオリジナルな味付けをされた割となんていうかシンプルな、本当僕のステーキ史上本当にもう1、2を表すレベルで、本当にその本当にあ、こんなにこう肉々しい感じのお肉でこんな感じになるんだ俺って正直思いました。そのなんていうんですか、その焼肉とかね、刺しがバーっていっぱいあったりとかやっぱうまいってあるけど、割とステーキってあうまいガツガツ食うみたいな感じじゃないですか。うまーっていう感じには正直ならなかったんですよ、今まで。そこまでうまーってなったんですよ。だからそれがね、本当僕の中で歴史が動かされたというか、でカルチャーショックを受けるぐらいマジで美味しかったです。本当に美味しかった。そしてですね、あの唯一の心残りは、あの女の子を泣かしてしまったっていう。ちょっとあのもしあの時のお父様この動画を見てくださってたら、ちょ本当にちょっと娘さんに今から僕ちょっと謝るこの部分をあの見せていただければと思います。娘さん、本当にあの時はすいませんでした。本当にごめんなさい、ごめんなさい。っていう感じの本日はこちら、猫娘とネズミ男さんより、4キロのビフテキ制限時間45分特別チャレンジでお送りさせていただきました。ありがとうございました。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いやー、うまくは吹けないですこれ。ありがとうございます。よいしょー、いやー美味しかったぜー。バイバーイ。